アサミさん。だからよ、俺の可愛い優子の願いだから、お前の頼みは聞いてやれねえよ。元山さん、無駄です。この男に何言っても。イバヤ、お前は黙ってろ。ああ、仲間同士で喧嘩すんな。アサミさん、今回の喧嘩あまりにも理不尽すぎます。そこにいる水谷優子の気分次第で極光の罪もない奴らを的にかけるのは筋が通ってません。ほー、元山、お前は随分と偉くなったね。この私を呼び捨てとは。元山、筋が通ってるかどうかなんぞ俺が決めることだ。いくら俺の射程だったとはいえ、あんまり舐めた口聞いてった切れるぞ。あ、岩屋、帰るぞ。もう交渉は無理だ。この人はこうなったらどうにもならん。そのようですね。おい元山、この俺に指図するってことはどうなるか覚悟してんだろ。ええ。元山さん。あ、元山に岩屋。あ、田代か。ああ、やっと集まったか。極光を潰しゲームの悪者たちは。はい、とりあえずこの程度ですが。よし、よし、まだ。どうも。おお、いいじゃねえか。あとは戦闘員見れば大丈夫そうだな。戦闘員はたくさん用意してございます。おお、マスマン、やるね。お前は使える男だ。ありがとうございます。お前ら、こんな喧嘩に手を貸す気か。元山さん、いや、元山、独身連合を裏切ってこともあろうに極光の副番長に引っ込んでるお前を見てて、おりゃ悲しいぜ。いわや、おめえもそうだ、副番長の犬子が。優子さん、あたしも混ぜてくださいよ、極光潰しゲームに。いいわよ。じゃあまずは序章として、この間抜けな二人をやっておしまい。元山、てめえもう射程じゃねえ。ここで死んでる。てめえら、連合の時は偉そうにしやがって。ボコボコにしてやんよ、このゲス野郎が。よし、俺も腕なるしに参戦してやる。おい、二人まとめて相手したからな。さっさと戦ってこいや。独身連合でナンバー2、ナンバー3だったんだろ、この二人。いや、実際はただの兵隊っすよ。強い。半端じゃねえ。すごすぎる。よし、準備運動も終わったことだし、あで、ゲーム開始か。
君たち何をするんだ。なんてめえは。俺はここの教師だ。こんな真似して許されると思ってんのか。うぜえんだよ先駆け。あれ先生が。よしお前ら手当たり次第暴れてやれ。いい眺め。ねえ、吉野。そうですね。もっとぐちゃぐちゃにしちまえ。こら、てめえ。これはこれはクソ番長のクソ女じゃない。無理だ。無理だ。毎度。ジャーリー。この。待ちな。レイナの邪魔すんな。なんだい。あんたたちは。いわゆるレイナのボディーガード、ファンクラブみたいな。あいつの留守中に好き勝手を許さねえぞお前ら。この雑魚どもが。形勢逆転じゃなあレイナ。助かったよ、ありがとうみんな。さあレイナ、俺らはその女どもに手を出さない。好きなようにやっちまえよ。ジャーリー、助けてよ。吉野は、そない調子のええ話はないやろ。これだけのことした償いは、自分でしなはれ。舐めるんじゃないよ。お？舐めるんじゃないよ。そんな、この私が負けるわけねえんだよ。潰したら、あんたら雑魚どもは後できっちりてっちゃんに料理してもらうからね。覚悟しときな。聞いたか、大竹。ごつ必死な叫びやったから、よう聞き取れんかったら。まあ、水谷さんよ、レイナとやってみろよ。そいつはただもんじゃねえぞ、彼氏同様。よしの、行くよ。水谷、あれだけの単価切ったんだ。怠慢で勝負しな。この豚が。飯島。レイナ、無様な喧嘩したら承知しないよ。もし負けようもんなら、彼はあたいのもんにするからね。あいつは渡さないよ。さっさと片付けな。We'll be right back.
浅見の居場所教えな。口も聞けないほどかくしょ。水谷、浅見の居場所。俺はここにいるぞ。俺のこと探してんだろう。ん？佐々木玲奈よ。浅見、この子には指一本触れさせないよ。飯島、どけ。お前に用はない。どいてほしけりゃ腕ずくできな。こうだ。やす子さん。ゆう子、このままボロボロにされて悲しみな。てっちゃん。でもな、もう飽きたわ。え？お前に飽きたって言ってんだよ。え？俺はな、強い女しか興味はない。そんな薄汚いボロ雑巾みたいな女には興味ねえ。さっさと俺の前から消えろや。そんな、てっちゃん。まとわりつくな。俺が今興味あんのは、レイナ、お前だ。何？俺のためだ。なんだか違う。いや、すげえ感覚。ありゃ最高だったぜ。神様に感謝しなくてな。とあ、レイナさん、今のうちに梅吉。お、生徒会長じゃねえか。僕は逃げない。絶対に逃げない。分かったから、そいつから離れろ、早く。レイナさん、僕は生まれ変わったんです。逃げちゃダメなんです。どんなに怖い人が相手でも僕は逃げないって誓ったんです。邪魔だ、どけ。たくさんお友達がいて、ねえな。おっと、姉さん同様生きてるね。でもな、俺に同じ手は憎まずにしないで。離せ。このままここでフィニッシュだと味気ねえよ。よっしゃ、このゲームの最後は車上にしよう。ふざけんな、浅見。ここで勝負しろや。じゃあ魔王は地下駐車場に待ってる。異常な強さを見せる浅見哲也。強姦最強は噂ではなかった。果たしてレイナはこの男に勝てるのであろうか。